ハイサイ大輔さんです。手術痕がねちょっとマシになってきたので、今日はサングラスなしでいきたいと思います。はい、ということで、本日ソニーさんから新機種のフルサイズミラーレス機 α7R4 が発表されましたね。6100万画素のフルサイズ機ということでね、その高解像感が、かなり話題になっているっていう感じだと思います。発売はですね9月の6日ということで、予約販売受付は7月23日よりということになってますね。価格帯はだいたい40万円前後ということで、まあ R の、系譜を継いでるなっていう感じの価格帯だと思いますね。今日はこの機種についていろいろ世論とか僕の考えとかをもとにね、発表された内容を見ていろいろ考察とか、していきたいと思うんですけれども、ちなみに僕のことをこの動画で初めて見るっていう方もいると思うので説明しておきたいと思います。僕はですね、沖縄で自分の写真スタジオをやっていて、まあ、プロカメラマンという職業を今やっているんですけれども、基本的にねソニー機を常に使ってます。 α7-3、α7R3、α6400、α6500 というふうにですね、常にソニーの最新機種を買ってきたんですけれども、今回のねこの新機種はスルーしたいと思っております。まあ、なぜかというとですね、僕にとってはかなり需要の低い、カメラだったという、単純にそれだけです。このカメラね、そもそもどういう位置づけなのかというのをソニーさんが公式で発表してるんですけれども、まあ、もっと高解像度が欲しい、もっとダイナミックレンジが欲しいという、今まで救いきれてなかったユーザーっていう層に向けたものって述べてるんですね。こう最近富士フィルムとかハッセルブラッドとかも中盤カメラっていうのを出していってると思うんですけれども、中盤カメラ高画素機が欲しいというユーザー、そういう層にですね差しに行ってるんじゃないかなと思います。僕はそういうものいらないので、買わないっていう感じですね。まあ、僕としてはですね、できれば α6500 の後継機とか α7S シリーズの後継機っていうのが出てくるかなって若干期待はしたんですけれどもね、まあ、α7S シリーズに関しては今かなり開発進めているということでしたので、まあこのあたりもそのうち発表があるんじゃないかなとは思いますね。はい、ということでね、発表されたスペックデータをもとにいろいろと話をしていこうと思うんですけれども、ある程度ネットで調べればその情報っていうのは全部出てきますので、今回はその情報の中から僕が気になった部分っていうのをいろいろとピックアップしていきたいなというふうに思っております。はい、ということで、ね、一つ目、気になったポイント、こちらですね。はい、まあ、これ簡単に言うとですね、新開発の裏面照射型 CMOS センサーを搭載しているっていうような、意味ですね。まあ、大体新機種が発売されるとセンサーとかってね、刷新されたりするものなので、このあたりは特に目新しい進化ではないかなと、正当進化かなと思いますね。ちなみにね、6100万画素っていうことなんですけれども、ピクセルシフト機能を使えば2億4080万画素の記録ができるそうで、2億4080万画素の1枚ってやばくないですか。どんだけデータ食うんだよって思うんですけどね。で、続いてのポイントはこちら。ボディ内の手ブレ補正ということで、五軸手ブレ補正が、約 5.5 段分ぐらいの性能で入っているということですね。このあたりもついて当然の機能かなと思います。で、その次、こちら。これはですね、α7R3 より1段向上したというような進化になりますね。で、続いてこちら、AF ポイントについてなんですけれども、これはかなりいいスペックなんじゃないかなと思います。ちなみに1個前の機種ですね、こちら α7R3 の場合は399点ですので、まあ、こういったあたりもね、着実に正当進化でパワーアップしてるなと思います。で、続いてこちらなんですけれども、これはですね、僕の中ではかなりグッドポイントじゃないかなと思っております。まあ、これは何かというとですね、ソニーのカメラっていうのはもともと APS-C クロップモードっていうのがついているんですね。これはですね、フルサイズのセンサーを APS-C センサーに変えて APS-C のレンズなんかを使ってね、撮影ができるようにするという機能なんですけれども、今までのね、例えば α7-3 とかだと、この APS-C クロップモードを使うと、まあ、800万画素とか確かそのぐらいまで下がったと思うんですよ。でもね、今回の、α7R4 というのは、6100万画素もあるので、 APS-C クロップモードを使っても2620万画素ぐらいあるみたいなんですね。ということはですよ、2620万画素の APS-C 機としても使うことができるっていうことになるんですよね。フルサイズ機のレンズってすごく高いので、このあたりは APS-C 機のレンズを使ってね、こう使うことができるということで、かなり APS-C 機のレンズ資産も活かすことができますし、 APS-C クロップモードでの運用だと、レンズ代とかもかなり浮きますよね。これはね、すごくいい機能なんじゃないかなと思いますね。続いてのポイントがこちら。前のモデルに関しては368万ドットだったので、まあ、このあたりも大きな正当進化ですよね。ちなみに背面モニターは144万画素ということで、かなり撮影がしやすくなったんじゃないかなと思います。
正直この α7R3 の EVF 機能っていうのはね、僕あまり満足してなかったんですよ。ちょっと解像度が低いというかね。で、続いてのポイントとしては、こちら。はい、ワイヤレスでのデータ転送速度が大幅に向上してるんですよね。 USB Type-C での転送速度に関しても2倍の高速化になっているみたいで、シンクロ端子とかワイヤレスリモートコマンダーにも対応してるので、こうスタジオなんかでのテザー撮影なんかも6100万画素の高画素とはいえかなり使いやすいのかなと。このあたりはね、写真を商売にしてる僕にとってはかなりありがたいポイントですね。まあ買わないけどね、今回の。で、次のポイントはこちら、高速 SD に対応しているということで、2つのスロットが対応しているということなんですよね。1世代前の3世代目の R シリーズは UHS-II に対応しているのはスロット1だけで、スロット2は対応してなかったんですよね。なのでこのあたりもまあ正当進化というふうに言えると思います。で、 ISO に関してはですね、100から3万2000までの設定ができるということで、拡張感度で10万2400まで設定できて、まあこちら画素数が増えながらも α7R3 と同等のレベルを維持したっていう感じだと思います。ただね、イメージセンサーのサイズ変えてないのに画素数だけ上げるとどうしても高感度撮影に弱くなってしまいますので、 ISO をね、3万2000まで設定できるとは言ってもですね、ノイズがかなり乗って使いにくいんじゃないかなって正直僕は思ってますね。このあたりね、なんで画素数高いとそういう弊害が出るんですかって思う人もいるかと思うので、概要欄にね、それが学べる動画を貼り付けてあります。で、続いてこちら。このポイントはね、かなり大きいですよ。グリップが深くなったみたいで、この α7R3 っていうのはね、ちょっとね、グリップが浅くて、なんかがっつりホールドできてる感っていうのはね、なかったんですけれども、今回の機種からね、かなり持ちやすくなってるんじゃないかなと思います。続いてこちらですね。映像エンジンに関しては、目新しさがないかなと。まあ、ただですね、マイナーチューンを加えて、6100万画素と15段のダイナミックレンジを、まあ、適用できるようにチューニングをしているということですね。で、続いてのポイントはこちら。フル解像度で68コマまで連写可能で、秒間10コマの高速撮影ができるということで、まあ、このあたりはね、ミラーレスカメラならではだなという感じです。一眼レフ機のフルサイズ機でね、6100万画素もあって秒間10コマっていうのはちょっと無理なんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりはミラーレスの恩恵というのが言えると思いますね。で、続いて動画性能に関してなんですけれども、こちらね、僕の求めるものとはちょっとほど遠い内容になったかなという感じです。まずですね、10ビットに対応してないという点と、それから 4K がね 30fps までしか撮れないと。ただね、 6K での全画素読み出し可能ということで、まあこのあたりはね、すごい解像度のある映像が撮れるのかなとは思います。まあ、なおですね、 4K30fps にとどめた理由について、ソニーの大島さんは 4K だと 30p ぐらいがまた適切な仕様と判断したっていうふうに述べております。サンスタ。はい、ということでね、ザザッと機能を紹介していきましたけれども、全体的にこう見てですね、小粒な進化だったかなと思います。α7R2 から α7R3 に変わった時ほどのこう革命的な変更点というのはなくてですね、全体的に既存の機能がちょっと良くなる、ちょっと良くなるっていうのがこう積み重なったっていう感じの機種なんじゃないかなと思いますね。ただ、従来の3世代目が画素数が4000万画素台だったのに対して、6000万画素台まで上げてきてるわけですから、このあたりはね、今までとちょっと毛色は変わってきてるのかなというふうに思いますね。このカメラどういう人が買ったらいいかなんですけれども、ポートレートにはね、正直必要ないんじゃないかなと思います。一番需要のある層としては、山岳写真家ですとか、そういうネイチャー系を撮る人ですよね。ダイナミックレンジが大きくなって、6100万画素というね、画素数も大きくなったっていう部分で、より緻密に表現することが可能だと思いますので、需要があるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、プロカメラマンとしてもね、興味湧く人ってのも出てくるかなとは思うんですけれども、6100万画素を使うんだったら中盤で使いたいなっていうのが、まあ、正直な意見だと思うんですよね。世の中のこの広告とか仕事にしてる人の意見からしたら。なので、まあそう考えるとかなりニッチなカメラなのかなというふうな印象を受けました。皆さんがこの機種についてね、思う意見も、まあどういう意見があるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思いますので、ぜひコメント欄なんかでね、皆さんで、ね、議論しながら、意見を聞かせていただければと思います。
最後にね、僕のツイッターの方に飛んできたリプで、まあ世論がね、大体分かったなという感じがしたので、ちょっとそれを流したいと思います。まあもしかしたらね、またこの機種については、少し別の視点から切り込んだ動画をまた出すかもしれませんので、楽しみにしていただければと思います。では最後にですね、僕のツイッターに飛んできたリプで、世論を見ていただきたいと思いますので、そちらを流してお別れといきたいと思います。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。参考になったよという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。 See you!